リ620零語後から 4SBB カーごと総理6、6、611621リオン、4との10連、通称リ10、10リ6、6リオン、4との10連、通称リ10、10スイス国鉄リ620系電気機関車は、スイスのスイス連邦鉄道の本線系統で、使用される電気機関車である。スイス国鉄が、あロク。 6型に続く、山岳区間用の貨物列車及び、旅客列車用の牽員用に、理録、6型として89両を製造した、電気機関車で、ヨーロッパ機では、例の少ないボボボの車軸配置と、高圧タップ切り替え制御による、最大 394KN の牽引力と、時速 140km の最高速度を特徴と、する協力機である。 まず、試作として1972年に建て、連接車体の2両と通常車体の2両が、その後、通常車体の量産車が1975年から1979年に、かけて85両製造されている。現在では、UIC 方式の新しい形式名であるリ6 2 0型となり、機体の形式番号の変更が進められているほか、前期が、 スイス国鉄の貨物輸送部門である SBB カーゴの所属となっている。本機は、車体、機械部分、台車の製造を SLM が、電気部分、主電動機の製造を BBC が担当しており、製造時にスイス国鉄が提示した、性能要件は以下の通りであった。なお、各機体の基板と機体名は以下の通りに6、6原型、緑と装り6。 6赤と総理620全消灯改造及び、ステップ手すり取り付け後、ありがとうございます。